増やしたいんですよね、本当は。もっとあ、そうなの。増えづらい体質で、うん、逆になんか羨ましい。なんでな。やっぱパワー必要だなって。やっぱその対外国人の強いやつと戦うには、もともとなんか体の強さってあるじゃないですか、うん、ロシアとか、うん、アゼルバイジャンとか、うん、カザフスタンとか、あの辺の人だって、うん、めっちゃ強いじゃないですか、うん、ソロだったよ。ソロだよ、うん、めちゃめちゃホットだね。ホットだ。まあ、だから明らかに強くなりますからね。そうやんな。あんなもんね、反則です本当に。いやだから僕やっぱそういうなんかずるいことはしたくないですよ、絶対。ああなるほどね。だからやっちゃう人ってやっぱメンタルが弱いと思うんですよ。それないと勝てないとか不安だからっていう、そこにはなりたくないです。ああなるほどね。ずるしてまで勝ちたいと思うんです。あ、もうそれやったらもう別に勝たんでいいってこと。そうですね。先生どうでもやらないと。俺でもステロイド使っていいやつ、それ使いたいかもしれない。まあ、ルールでいいならいいですよね。え、帰るのそれでも嫌なの？ルールでいいってなったらいい。あ、ルールでいい。じゃあ、ただ使う？いや、わかんないですよ。でも、なんかその、体にやっぱめちゃくちゃ悪いじゃないですか。そう、だから短く太く格闘技人生するのか、長く細く、もしかして太くなるかもしれない、細い格闘技人生を送るのか、どっちがいい？太くでも、それをなんかそのステロイドに頼りたくないですよ。あー、なるほどね。ステロイド確実っちゃ確実やもんな。なんかマッスルメモリーっていうのがあるらしくて、一回その筋肉をバッてつけて体重増やすじゃないですか。そうしたらなんかそのやめた人でも筋肉がその記憶するからまたつきやすくなるみたいな話があるらしいんですよ。だから一回打ってクリーンになったからって言って、それはなんか平等かって言われて、なんかそこもちょっとなんか、ちょっと待って、ステロイドでもマッスルメモリーがあるの？あるっていうのは。あ、そうなの。だもう打つ時点でもう差が開いてまうんだ。だからなんか UFC とかってめっちゃ厳しいじゃないですか。その抜き打ちでドーピング検査来たりとか。で、なんか結構選手が引退する引退作業みたいなことやるじゃないですか。で、あれってその引退するとなんかドーピング検査が来なくなるみたいな。ああそうなんや。引退した選手のドーピング検査に来る。はい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 。だから引退するって言って注入して、でなんかまた完爆するみたいな。あーなるほどね、強なってってこと。そう強くなって抜いてくるみたいな人が。それもうコナーマクレガーの話してる。いや誰かが話してる。なんでコナーマクレガーの話してるっていうなんか話も聞きます。分かんないですよ。なんかそれが正しい情報なのか分かんないですけど。でもなんか怪我治すのに使うんやろ向こうはって聞いたで俺。あ、そうなんですか。怪我治すのにステロイド使う。なんかぶっ壊れそうですけど、なんか一時的に治って。あーそうやな。ほんまに海辺でボブサップ待ってると思ってたから。ボブサップとなんか勝負させられると思ってたから俺。めっちゃ警戒してたけど、ほんまに普通にアイスクリームだけ奢ってくれて。いやそうなんです。本当はなんか落とし穴とか やりたかったんですけど、ちょっと結構手配が大変で。そりゃそうやな、あの感じな。なんかお仕置きしたかったんですけど。うんうんうん。何のお仕置きやねん。いややっぱノッコンさんを思いっきりなんかはめると多分伸びそうじゃないですか。なるほどなるほど。ちょっとシンプルに今日は2人でトークしたいんです、うん、あーなるほどね。結構したね。いやこっからっす。まだ深掘りある。結構今日喋ったね。喋ったっす。修学旅行のあの夜みたいなくらい喋ってるんだよ。確かに。めちゃめちゃ喋ってます、ね、うん、お互いのことというか。結構知れましたもん。結構知れた、うん、だってこのトークで朝倉海のイメージも変わったもんな。え？どう変わりました？なんか良かったと思った。そんな感じで良かったと思った。俺もうちょっとさ、ぴっちり横分け黒縁メガネを持ってたからさ。僕っすか？うん、真面目な感じ。そう、もうバンバン真面目ですみたいな感じだから。そんなことないっすよ。だから結構なんかいろいろ話できて結構よかった。ここのカメラ回ってるとこで全部話したいぐらい。ダメですよ。ロッコンさん多分ね、その会ったことない人とコラボするの厳しいっす。ハードル高いっす。だってイメージ悪いっすよ。やっぱそうなんかな。一回会って人の内容をその知ってもらってからじゃないと厳しいっす。でもいいじゃないですか、なんか会ったら上がる方しかない。まあね、それ以上下がらない。まあまあ確かに確かに。まあでもこの朝倉海がもうコラボしたっていうことはもうお墨付きみたいなことあるから。まあ僕はいい人だと思いました。でもこの後ラグビーでボコボコにするからちょっとまた俺のこと嫌いになるかもしれないけど。いや逆に僕ができすぎちゃうかもしれないですけど大丈夫ですか？いや俺でもほんまそれできたら俺ほんまに見直すかもしれない。マジですか？うん。なんか他のスポーツから学べることって結構あるんですよ今まで。それでいろんななんかそのアスリートのコラボさせてもらってる。俺一回なんかあのコラボで赤澤君っていうヘビー級の子いてんねんけど、その子一回なんかこうスパーリングやらせてもらって、寝てからの打撃はなかったんだけど、つけられてタックルされてぐっちゃぐちゃにされて、
俺あれ以来もう一生 MMA やりたないと思って、いやーきついっすよね。めっちゃしんどかって一番しんどかった俺今まで。そうなんですよ、立ち上がるのマジきついっすからね。肘とかパウンドとか当ててこうへんかって、はい、あったと思ったら、やばいっすよね、もう怖くて起き上がられへんし、しかもあの下なってたらさ死んどないんだなと思ってたけど、しんどいよな、腹乗られてたら息できへんし、めっちゃ苦しいです。やってみないと分かんないですよ。確かに、はい、こう上かぶせられたらさ顔を抑えられてるから息できへんし、そうなんです。それをこう選んでずっとやってるやつってだから俺頭おかしいと思ってた楽しんでやってる朝倉兄弟、やっぱりその MMA が一番強いじゃないですか。もうでもさ MMA とかじゃなくてさ、もう別にやっていけるやんか、その何を最強だけ目指したいの。ああ、そういう金銭的なことですか。とかもう生活とかいろいろなその、はい、とこを見た時に、はい、別にもうそんな頑張らんでもええポジションに出るわけやんか2人とも、はい、それでもライジン出て成功しようとしてるのは何なんですか。チャンピオンになりたいとかそんなこと。いやそうですね、でもやっぱ僕がその格闘技始めてからその目標にしてるところに全然まだ達してないんで、あまだまだ全然夢を叶えられてないから。それ行ったらもうやめんのじゃあ。まあ行ったらやめるかもしれないですね。 あとは普通にシンプルに格闘技が一番楽しいです。あそうなんや。一番何やってる時が楽しいです。やっぱなんか怪我とかしてその格闘技ができない時期ってあったりするんですけど、そういう時ってマジつまんないですね、人生は。あ、そうなんや。なんかその飲み歩いたりとか、たくさん買ったりとか、いろいろするんですけど、やっぱすぐ飽きちゃうし、やっぱなんかそのきつい練習したり、格闘技練習したり試合してる時が一番楽しいです。あ、そうなんや。一番楽しいです。そういう格闘技好きな人って、もうそういう性格なんやろな。確かに中毒ですね、多分本当に。こんな刺激ないじゃないですか。その確かに。その刺激が楽しいと思ってるのがすごいよ。でもやっぱその試合に出たりすると、なんかみんなが応援してくれて、まあまあまあ、勝ったらみんなが自分のことのように喜んでくれるんで、まあ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 、そんなことなくないですか他に。確かに。やめられないですね。これ45まではやるな。いや、格闘技。それはやらないですね、絶対。それはやらんの？絶対やらないです。もともと30でやめるって言ってましたから。で、その目標にはもう30が来たら、次は何歳まで目標にしてるの？いや、もう何歳とかはないですけど、やっぱりなんか、その今でも強くなってるっていうのをすごい実感してるし、うん、まだまだやれるっていうのがあるんで、あとはやっぱ全然夢に達してないんで、そこを叶えるまでやる。夢ってこれは言っていいの？いや、それはもう、UFC チャンピオンです。すごいこと言うな。いやいや、マジで、本当に UFC チャンピオンってすごいで。いや、すごいですよ、分かってます。言っちゃう。だってそういう選手とも練習もしてますし、肌も合わせてますしね。なるほどね。